それではカメラレンズの違いとカメラの位置の違いによって写り方が違うというのは先ほど説明したんですけども、実際にキャラクターにアニメーションをつけてその違いを比べてみましょう。はい、ちょっと再生してみますね。今回女の子にちょっとしたループアニメーションをつけておきました。はい、まずここがパースビューですね。はい、そしてこの3つがそれぞれ違うカメラを使って写しています。だいたい女の子のサイズが同じになるようにカメラの位置と焦点距離を設定してあります。はい、それではちょっとパースビューでカメラ表示してみますね。カメラを表示します。そうするとこの3つのカメラが入っているんですけれども、実際この絵を写しているのはここですね。かなり近くで写しています。これが焦点距離を見ると20ですね。20ミリのカメラレンズを使っています。はい、じゃあこれはどれかというとかなり遠くのカメラですね。なのでかなり望遠レンズ使ってますね。焦点距離400、これも結構極端な数字を使ってますけども、遠くからでも同じようなサイズで写すことができています。そしてこのカメラが、真ん中というか焦点距離50のレンズになってます。ちなみに焦点距離50というのは人間の肉眼と同じぐらいのサイズになります。なので標準レンズとも呼ばれますね。広角レンズ、望遠レンズ、標準レンズというふうな表現をします。覚えておいてください。それでは実際に違いを比べたいんですけれども、今女の子だけだとその差って分かりにくいですよね。若干なんか角度の違いがあるなーっていうのは分かると思うんですけども、ここでちょっと今表示にしてあるこの猫が入っているグループがあるので、これをシフト H で表示してみます。はい、ちょっと再生してみますね。はい、そうすると猫が女の子の周りをぐる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 回っている状態になってます。プレーンなのでちょっと真上から見ると消えちゃうんですけど、女の子を中心に同心円状をぐるぐる回っているアニメーションをしています。はい、それでは全く同じモーションなんですけども、それをそれぞれ違うカメラで見た場合、この絵の違いを理解していきましょう。ではまず標準ですね。標準に関しては、人間の目で見た遠近感そのままっていう感じです。そんなに違和感は感じないと思います。猫がちゃんと遠くに行けば小さくなるし、手前に来れば大きくなる、見慣れたような絵になっていると思います。はい、それと比較して広角の場合と望遠の場合ですね。この2つはやっぱり違いますよね。明らかに上下で比べるとまず猫の動きは全然違って見えますよね。でも実際は同じ動きをしていると。はい、それでは特徴を簡単に話していきますね。まず広角レンズというのはもう写り方を見てわかるように、この遠近感がすごく強調されてすごい迫力を出すことが可能ですね。そしてすごく広い範囲を写せるので、カメラが実際かなり近くにあってもこの猫をこう捉えきってますよね。これはすごく広い範囲を写すことができているよと。そして前後関係をすごく強調して写すことができます。これが広角レンズの写り方です。それに対して今度望遠ですね。望遠の方はこれで言うともうすごく遠くですよね。ここですね。ここにあってこの絵を写しているということはすごく細い範囲で写してますよね。なのでとても広い範囲の中の一部ですね、一部を切り取って
拡大して表示をしていることになります。はい、この猫と女の子の距離に対してこのカメラとの距離ってすごく差がありますよね。なのでカメラから見たらこの猫と女の子のこの前後関係なんていうのはもう誤差でしかないわけですね。なのでこのカメラから見たら自分から女の子に対しての距離と比べたら猫と女の子の距離なんてないようなもんじゃんっていうことでこのように前後関係がほとんどわからない、遠近感が薄れてしまうというのはそういうことです。広角の方は同じ理論で言うとすごく近くにありますよね。だからカメラと女の子の距離に対して女の子と猫の距離っていうのはまあほぼほぼ等しい。だからカメラから見ても前後関係はやっぱり感じるわけですよね。なので広角レンズはこの前後関係をとても強く表現することができます。ただ広角レンズで引いてしまうととてもちっちゃくなっちゃうので望遠レンズじゃなくちゃ映せないというものも当然存在しています。一長一短ですね。それではちょっと今表示にしてあるもう一個のカメラがあります。フォーカルレングス20、焦点距離ですね。焦点距離20でかなり接写しているカメラがあるのでちょっとこちらで見てみましょう。このカメラをフォーカルレングス20ニア、まあこのようにカメラを近くに置いた場合の絵がこれです。はい、この隣同士は両方とも焦点距離20の広角レンズなんですけどもとても手を大きく映し込むことができてますよね。なのでカメラの前をスッと舐めていくような表現をするときとかに使うと効果的です。パンチを目の前に繰り出すときに広角を使ったりすると手が大きく映ったりするのでとても迫力のある絵になったりします。はい、なんかこれだけ聞いてると広角レンズが万能のように感じちゃうんですけども広角レンズではこういうことが起きます。じゃあちょっとこのカメラで寄ってみますね。女の子に寄っていくとなんかもう人間じゃないですね。なんか魚みたいになっていってますよね。広角レンズというのは近くに寄れば寄るほどこの遠近感が強く出すぎてしまって歪んでいくんですね。特に外側に行けば行くほど歪みが強くなってきます。なので女の子の顔をズームで写したいという時とかはこっちですね。これで寄っていくと同じようなサイズ感でも全然違って見えますよね。標準の方でも寄っていくとまた違ったような表現になります。はい、まああえてすごいスピード感を出したりするときにあえて歪ませて表現するということもありますがまあちょっとこれはさすがに気持ち悪いなと思いますね。なので自分が表現したい絵に合ったレンズを選ぶというのはとても大事なことになるので覚えておきましょう。